オッタービオ・ファルネーゼは、第二代パルマ公及びピアチェンツァ公初代パルマ公、ピエール・ルイージファルネーゼと、ヒジェローラマ・オルシーニの次男として、バレンターノで生まれた。ローマ教皇パウルス三世は、祖父、スーキ教、アレッサンドロ・ファルネーゼは、兄、ウルビーノ公・グイドバルド二世、デッダ・ローベレの妻、ビットーリア・ファルネーゼは姉である。また、スーキ教・ラヌッチョ、ファルネーゼ、 カストロコオラーツヨ・ファルネーゼは弟、1538年に、神聖ローマ皇帝兼スペインオーカール5世の諸子、マルゲリータと結婚した、フィレンツェ公、アレッサンドロ・デ・メディチの未亡人であったマルゲリータは、この年若い花婿を非常に嫌った。しかし、1541年のアルジェドの軍事作戦で、オッタービオが負傷して帰国すると、マルゲリータの嫌悪感が愛情に変わったという。 1545年に双子の男子カルロとアレッサンドロが生まれたがカルロは溶接アレッサンドロが後継者になった。同年に祖父からカストロ考領を委ねられ、1546年にはシュートカール五世から金曜毛騎士団員にも選ばれた。しかし祖父はカール五世に追った浴びを得、ミラノ総督を任命してくれることを打診したが、カール五世の方はフェランテ一世ゴンザーガを ミラノ総督に任命したため皇帝とファルネーゼ家の関係は冷え込んでいった。また、兄のアレッサンドロは、祖父の策略で父からの相続権がオッタービオに移されたことに反発していたが、こちらは祖父の配慮で遠ざけられた。オッタービオ・ファルネーゼ1547年に、父がピアチェンツァで、貴族たちに暗殺されると、パルマ公国はフェランテ一世に占領されたため、 失地回復がオッタービオの最初の仕事となった。1550年に、教皇ユリウス三世によりパルマは返還されたが、ピアチェンツァは失われたままだったため、翌1551年に、スペインからフランスに離反して、金曜猛騎士大勲章を放棄、代わりに、フランス王アンリ二世より、聖ミカエル騎士団勲章を授与、第六次イタリア戦争を引き起こした。 1556年に議定にあたるスペイン王フェリペ2世と和睦してピアチェンツァも、以後パルマ・ピアチェンツァ広告の都市計画を進め、1556年にパルマを広告の首都に定めて通貨改定と農業、商業改革を行い、1561年からパルマで兄が引護していた建築家ジャコモ・バロッツィ・ダビニョーラの設計によるパルマ高級殿の建造をはじめ、 1570年頃に町の一角に宮廷を設置。1580年頃にはバルマ高級殿に回廊を追加した。また、ピアチェンツァにパラッツオファルネーゼを建てるべくビニョーラを1560年にピアチェンツァへ招き。1561年から工事が始まったが、資金不足とビニョーラが多忙で設計に集中できなかったことなど原因が重なり、 1568年に中断された。オッタービオは、キツェーノ・ベチェッリオが1546年に描いた、パウロ三世とその孫たちのモデルの一人であることが、知られるが、1566年から、パルマの庭園宮殿内の室内装飾に取り掛かり、ジローラ・モミロラ・ヤーコポ・ザング・イーディラが、女児誌、恋するオルランド、狂えるオルランドなどを題材にした作品を描き、1573年に、 アリオスとの間、接吻の間と呼ばれる部屋が完成。壁画から天井まで埋め尽くした。1586年、61歳で死去。息子アレッサンドロがパルマ行為を継いだが、スペインの軍人としてネーデルラントで80年戦争を戦っていたため、孫のラヌッチョが代わりにパルマを統治した。マルゲリータとの間に双子の男子を設けたが、一人は溶接した。また、 6人の書士を設けた。ABC 高梨 P141、モンタネッリ P296、ザッペリ P55、P67、AB 高梨 P150、モンタネッリ P309、P310、ザッペリ P59、P62、P64、P67、P68、高梨 P150、モンタネッリ、 P310P311P320P325P326 ザッペリ P68 高梨 P47P48P142P145P154 ビニョーラ P41P90P93 高梨 P29P48P134P137P314 ザッペリ、P6、高梨、P28、P32、P33、P132、P171、高梨、P158、ありがとうございます。